久保さんヤクザの名言これピッカ僕も調べてこれいいなっていうのをねシェアしようと思うんですけど三代目山口く山口組長山口組組長ですね、はい、稼いで使う人生それだけのことやろ頑張るんやでと <laughs> めちゃめちゃシンプルっすね まあ、昔僕はね、お金持ちにあ憧れてたんですけども、例えばね、あなたが1兆円のお金を持ってるとします。でもそのお金は使えないです。でも銀行口座に1兆円持ってます。お金持ちです。お金持ってますよね。でもそれを使えない。どういうことかっていうと、もう死んでいるってことですね。まああの、金は天国墓場まで持っていけないみたいな話もありますけど、どうですかすげえ頑張って1兆円の資産を、銀行口座に1兆円あります。でも死んじゃいました。使えないですよね。<laughs> だから、金持ち、だから僕もビジネスの勉強して、もう本当にこれ結構まとえてるんじゃないかなと思うんですけど、すお金ってなんで稼ぐのか、使うためにか稼ぐんじゃないかっていうのが、なんとなく分かってきたかなっていうところで、まあだから僕も、その、 堀江さんがそのあり全部使いみたいな本も出してますけどやっぱね稼いだら使う使って何かに転換してこうやっていくっていうのが結構やっぱ大事なんだなっていう貯金なんか昔までは貯金が全て貯金が貯金が正義みたいにあったんですけども今はちょっとそのかんまあ貯金もねないよりあった方がいいとは思うんですけどもまあ分そのさじ加減ですよね。 うん、その貯金一択だとその、その人生の楽しみを失ってる部分もあるんじゃないかなと、うん、ただまあ、もちろんね、銀行口座見てニヤニヤできるんだけど、それだけなんで、あとはまあ、銀行口座の残高見て安心を得るとかね、ニヤニヤするっていう、だけど結局、明日交通事故になったら、何も思い出も残、残そ,それを使った思い出も何も残ってないしって話して、まあ、死んだらまあ、そういう思い出も思い出せないんで、まあ全部あれなんですけどね。 うんだ稼いで使うっていうのはこれすごく、まあ、シンプルで的を得てるなと思いますねいってらっしゃい。